お疲れちゃんです。ラットですね、今回はですね、こちらのミラーデッキでですね、やっていくんですが、とりあえずこれですね、この見習い親衛隊から新カードが一昨日か3日前ぐらいにまあ出たっていうことで、こちらをですね、使っていくんですが、これも使った方いると思うんですけど、これめちゃくちゃ強いですね、これやばいですね、個人的な感想ですけど、まだ対処方法とかわかんないのもありますけど、めちゃくちゃ強いなんで、これをただミラーしていくだけでございますということで、レベルがないんでさすがにこれはグラッチャレですね。はい、いきたいと思います。で、マジでこれ出しとくだけで勝てるぐらい強いです。本当に6個すって意外と重たい気もするんですけど、言うてですね、これはプリンとコウモリで、これトルネードなしで、オーケー、いやー、まあ、これはもう、こいつあとはもう、出していけば、あ、これはもうトルネードで先に引っときますね。よいしょ。一発は許容で、よし、もうこれは、あとこっから、この見習い親衛隊横一列ですね。これもすごい。これ後ろからもう出して、この7コスで、ミラーで出してもいいですし、どっちもいいです。どっちでもいいです。これで出してもいいです。これで出しといて、これメガナイトでやられますけど、これメガナイトすらもう処理できるんですよね。やばい。ディガー飛ばして、よいしょ。やばっ。だってガゴムで出されてるのに全然処理されないですからね。でこれはもうプリンセスで処理して、よいしょ。やばいっすよねこれ、本当にマジの出すだけみたいな。今までだとエリババとかロイジャイとかもありましたけど、それと並んでやばいやつですね。これは本当にやばい。これも後ろから出して、これめんどくさい。めんどくさいんですけど、やば、これは多分コウモリ読みかなんかさ。これはもう、ピンク起動もしてますし、トルネードもあるんで、余裕ですね。これでもう左を落ちて、でどうせならもう、あれ落ちてない。どうせなら見習い親衛隊出したいんで、よいしょ。これを、一番右側ですね。この出せるところのあんま変わんないですけど、右側に出してあげるとこっち側に4体いってくれるんですよね。やばい。そう、4にセパレートも相手のユニットを利用すれば全然できます。これはトルネで、あれトルネが出ない。オッケーオッケーオッケー、よいしょよいしょ。いやー、もうこれは余裕ですね。相手はもう諦めましたね。これ出して、ワンチャン怖っ。もうでもさすがに勝ちましたね。よいしょ。っていうわけで、これは GG。本当に出すだけ感ありますね、これは。いやー、やばい。で、できるだけ前半のうちはやっぱしっかりトルネで近起動したりだとか、そういう細かい防衛も大事かなと思います。でもここで2人で何もしてこなかったら進み出してもいいです。これは後ろから、よいしょ。で、一番後ろから出すと絶対どうやっても多分3-3に分かれるんで、おお、相手もですね、これしかも歩く速度がめちゃくちゃ遅い。これプリンで、よいしょ。このプリンはしょうがないです。すごい泥仕合みたいな。私することないんでリガー飛ば、今相手は陸ユニットを使ったんで、よいしょ。
鬼が飛ばして、それちょっと違う。いやこれはまあドンマイです。あいつ三四っすね。これは三十四歴っぽいですね。ですね、絶対絶対そうや。後ろから、あめんどくさいな。後ろから三四セパとか来たりてか、まあ、普通に三四来たらトレネでまとめてウッドミラーで八コスで、三四九コスなんですけど、それは八コスで種類できます。これはもうよいしょ、おいしい。このディガーはトレネでしっかり釣ってあげて、プリン延命からのカウンターで、うわーこれな、ギャングいるんですかね。今ディガー飛ばしたいんですけど、飛ばしたところで感がすごいんですよ。いやこれはうわー待って、やばい、よくないよくない。しかも今あれがない。後ろから出しましょう。後ろから出してしっかり、これしかも2周目出してあげたら、さてはこれ防衛できますね。よいしょやばい、待って、右がやばい。これ鬱陶しい。このプリンはまあ処理されますけど、やば、見習い3、もう30周メタぐらい、30周に対して強いですね。これ相手が30周出したらトレネードまとめますけど、エリポンとかだったら2周目いっていいと思います。でここで多分3周くるんですよね。これまとめて、これしかもウッドミラー、ウッド届かないな。これはこの間に右攻めて、あーガゴムネ、ガゴムネしんどいけどめちゃくちゃ刺さる、やば、全然すぐ溶かされないですからね。これはこっちウッドだけで左を防衛したい。これ見習いですね。よいしょ、いやープリン、いや、え、待って、やばい、待って全然違う、俺の予定と全然違う。やばいな。え、ガゴムついなー。けど、まだ参ります。やばい。結構やばいんすよ。これ、ウッド裂いて、もう一回ウッド裂いて、オッケー。このプリンセスが強い。もう一発。よし。で、これ、コウモリで防衛して、やばい。よし。あー、この子は入れなかった。いや、まあまあ、でも、しかも、地味にウッド削りができてるんで、これハシマイ、あーうまっ、ハシマイプリン読んでるよ。これは許容っすね。一回許容からのもう一回プリン出して、え、まあ、ウッドミラーで終わるやん。ウッドミラーで終わるよ。よいしょ、 OK。 これプリンも、いやー危なっ、めちゃくちゃ危ない感じがしますけども、けどもですね、三四はまあ余裕ですね。あのエリポン守られたのがしんどかったですけど、守られて、エリポンを守られてこれなんで、親衛隊狙わしときゃなんとなりますね。で最悪プリンミラーだったり、まあ、三四に対してはトルネウッドのミラーとかでも全然立ち回れますね。これはもう後ろから出しちゃいましょう。よいしょ、いいと。ああなるほどね。これはディガーでもいいですし、ウッドでもいいですし、何でもいいんで、とりあえず処理したいです。よいしょ、ターゲットってからプリンセスでもういい。よいしょ、やば、相手も同じやん。さすがにこれミラー対決とかはないと思いますけどね。いや、さすがにないと思うよ、さすがに。ああ、よかった。入ってるデッキも面白いです。崩壊です。これウッドで、ギャングプラス、あれ、プリンス処理。ふぅ。で、またこれ後ろから、おぉ、これは、トルネ警戒値ですね。これまた、後ろから親衛隊出して、8枚から出して、をすれば、落とせると思います。落とせれなくてもまあダメージは入ると思います。いやー単体でここまで強いのは良くないですけどね、個人的に。よいしょ、はい、親衛隊投入で、まあ、こ
コウモリ添えてあげて、いやー絵がすごい、絵が本当に絵がすごい。でこれプリン来たらリガー飛ばしてあげればいいんですけど、あれやばやばいっすよね普通に。なんでこれで頼まれるのみんな。だって使われてるが相手からしたら普通思いますし、使ってる側からしてもなんでタワーこれで落ちるみたいな。やばこれだって、しかも2個取ったら出せるんですよね。ちょいと通知が申し訳ないです。もしでこれでもう GG ですね。やば片手でできますわ、片手でもう後ろから出して足目から出す、はい、というわけで今回なんか何から、こんな感じですね。はい、というわけで今回はミラー入りのですね見習い親衛隊デッキをご紹介いたしまして、いやマジでこれ使ってみてください。本当になんか意味だ、これで勝てるみたいなことになるんで、はい、よければ使ってみてください。あとは YouTube チャンネルもよければチャンネル登録お願いします。ではバイバイ。